なんか作るかや。とりあえず現状で行けるところまで行くしかないね。もう氷もないんで。うんこが欲しいな。まあ、全部あれでいいんだけど。清水を手に入れようってことだった気がする。それでは行ってきます。行ってくる。氷しかね、手に入れようとしたことない。冬以外に行ったら清水が手に入るんじゃないかな。でそれも OK にならないかな。ダメか、装備しとかなきゃダメか。まあ水のフロアが終わるまではこれでいいかな。さあとりあえずつまらずどこまで行けるかな。50ぐらい。位置はやめて。攻撃を増やせ。あれついてるな今。おい、外せ外せ。こんなもん当てたまるか。これではめるのが一番大事なんです。鍛える数が半分になったらたまらんわ。攻撃アップの加速が終わるまで5分間寝る。するぞ。属性が悪いです。しかしこれは属性は変えられん。ふざけるな。わしはもうダメじゃ。特殊か。出たら防御無視じゃね。もらった。そこ。ちょ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 。来るなら行ってよ。
無理じゃないですか。次のウェーブがあるときはちゃんとゲージを残して倒さなきゃいけないね。ほらよし、これでちょっと技ゲージを回復回そう。でっかいカメか、でっかめ。どこを見ておれ。いけいけいけ、落ちよ。そう無駄じゃ。ラフが無限に出てくるから、全然ダメージ入ってる。1ってね、そんなあなたに守備力ダウン。もうこれが強襲ケルであるから、いけるいける。よし、惑うがよい。こっちじゃ。どこを見ておれ。ダメージ通る通る。そこどっかいと自信乗りすぎ。強い。速度低下じゃない、ただでさえ遅い神をそれ以上遅くしてどないするね。この世でお前ほど遅いものはないんやで。お前じゃねえよ。一回回復した。全然ゲージが、火力が、
いよ、まさか。やめろ。ゲージがないから下げれんの。自分の安全のためにも技を他のに使わねばならんのだよ。それすると相手が下げるほど技ゲージが残せない。だからって攻撃がリセットされると与えるダメージがめちゃくちゃ減るし、体力は来たの。魔道がよい。どこを見ておる。逃がさん。もらった。シャキーン。ダメージ。おら、いいダメージ。よし、あ、守備力ダウン、これが一番早いと思います。荒涼の叩き釘プラス、どっちだ、こっち、あった、480、今620、代わりに水に住む敵に対するダメージって、多分お前が最後じゃない、いや結構いるか、水敵もう次行ける時間じゃないな。明日田植えしなきゃいけないからな。雲海道ってどんなのが出たっけな。普通のやつだ。もう水は終わったね。水装備はやめ。千年史を20個、やっぱこれだよね、これのプラスが欲しい。やっぱこうひたすらこれを使えるっていうのが圧倒的な強さ。技ゲーだから、これ
ぜの終わりぐらい、ちょっと長めだけど、それでも間に合わんだろうな。手やりで刺されたら死ぬ。ボスなんだったっけここ。あー夜なったけど、まあぶっちゃけ誤差だよ。夜この辺まで来るとボスの強さ、ボスじゃなくて夜の強さって誤差なの。これはあかん。まあ2262って言ったけど、スズメ。それまずはダメージを加速させんとどうしようもないです。ザコどもを殺して、でこの辺でちょっと一回きついな。ちょっと待って、目の前がウサギの矢2発で死ぬの。戦わない。こっちじゃ。まだじゃ。そこ。よ。行け。甘い。目の前が。ウサギの矢二発か。
ウサギは引けない。きつい。無理やりぶち殺す。ハリセン、ハリセンはこっちだっけ。プラス必殺の発生率アップ。どれぐらい。千年史50枚ふざけんなよ。必殺の発生率が 100% とかにできたらね、このお面と合わせて最強になるよ。常に弱点で殴れる。ハリセンプラスプラスとかないかな。帰るか。